趣味抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。ご紹介の事例はシャツです。プルオーバーのシャツになっておりまして、襟のところだけが二重になっているデザインです。直接肌が当たる部分はオックス地の綿素材だと思います。でこちら襟の黄ばみをきれいにしてほしいということでお預かりしております。素材はポリエステル 65% 綿 35% でも私が見た感じ、この染み抜きをする部分、このブルーの部分は綿素 100% なんじゃないかなと思います。ポリエステルと混合されている部分というのはこちらのグレーの部分、襟だけが二重になっておりますので、こちらのシミをきれいにしていきます。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、シャツが仕上がりました。仕上がり具合を見ていきます。襟の黄ばみ、黒ずみ、完全にきれいになっております。シミゼロの状態にできました。ご利用ありがとうございます。詳しくは染み抜き武田クリーニングで検索してください。